アニョンセヨーナインです。いよいよ本格的に夏のシーズンがやってきます。そこで夏に美肌をキープするために必要な日焼け止め、 UV カット効果を保つには 2,3 時間ごとに塗り直しが必要と言いますよね。そこでよく悩まされるのがメイクの上からどうやって日焼け止めを塗り直す問題ですよ。お分かりの通り、メイクの上から日焼け止めを塗り直すと 100% よれて崩れて汚くなりますよね。そして今日はですね、汗をかく夏でも日焼け止めの塗り直し不要、24時間日焼け止めの効果を持続させる方法を見つけたので、今日はそちらをご紹介したいと思います。クラウンシャッケはいくよ、口中にない。まず日焼け止めは大きく分けて散乱剤、ノンケミカルっていうものと吸収剤の2タイプがあります。また韓国では散乱剤と吸収剤のいいとこ取りをした混合タイプもあるんですね。で、実は 2,3 時間おきに塗り直しが必要だよって言われているのが吸収剤タイプになります。逆に散乱剤タイプは汗をかいたり肌をこすってから摩擦でね取れてしまわない限り効果が落ちることはないため、汗を基本的にかかなければ塗り直しは不要です。でも普通に考えて夏に汗かかないなんて無理じゃないですか。そんな環境でも塗り直さなくていい方法を私たちは知りたいですよね。はい、ですごいものを見つけたんですよ。今日ご紹介するアイテム2つを使うだけで汗をかく中でも日焼け止め効果を完全にキープすることができます。まず1つ目に使うのがじゃーん、レプコスサンティエイジングゴルフサンセラム SPF50+PA4+ です。こちらは散乱剤と吸収剤のいいとこを組み合わせた混合タイプになります。で、この混合タイプも 2,3 時間おきに塗り直しが必要なんですが、実はこちらですね、アクティビティプルーフといってランニングマシン使用前後と30分後の効果を比較、さらにはスウェットプルーフといってサウナに2回入って使用前後の効果を比較し、紫外線を完全にカットできたことが試験で証明されているの。つまり運動して汗をかいても紫外線カットができる日焼け止めなんですね。あとは名前にセラムとある通り、ただの日焼け止めではありません。美容液のような日焼け止めで、なんとエイジングケアまで可能なの。もうさ、私これ初めて使った時に本当に私今美容液塗ってるのかなみたいな、そのぐらい日焼け止め感が全くなくって、とにかく肌がすんごいツヤツヤになるの。超綺麗なお肌になるのね。だからファンデを塗らなくてもこれだけで肌がすごい綺麗に見える。だからあまりにも感動しすぎて私はインスタにも上げちゃった。ツヤってメイクが崩れそうって思うと思うんですよ。実は乾燥している方がメイクが崩れるんですよ。なんでかっていうと、肌が乾燥していると、あ、皮脂出さないとってなってから、お肌は余計に皮脂を出そうとします。そうすることでメイクも崩れやすくなるんですね。こちらが SPF50+PA4+ の抗紫外線カット効果じゃないですか。特に旅行とかに行かれる方は抗紫外線カット効果のものを求めると思うんですが、紫外線カット効果が高いほど肌は乾燥するんですね。経験ある方いらっしゃると思います。きちむとか乾燥するとか粉服とか目にしみるとか、あるある現象ですよね。さらにそこに来て紫外線に当たるわけですよ。ただいさえ紫外線により肌は乾燥しやすくなります。つまりそんな状況下で乾燥する日焼け止めを塗るとどうなるか、逆に皮脂が出てしまってメイクが崩れるのは当然ですよね。でもこちらはそんな心配とはさよなら。ペプチノールっていうのが配合で、こちらがバイオペプチドと低刺激レチノールを組み合わせたレプコス独自原料なんですけれども、これが弾力ケアと肌キメを同時にケア、さらにナイアシンアミド 5% の抗含有でくすみケア、4種類のビタミンでシミのケア、あとは鎮静や保湿もしてくれるの。ちゃんとテストでも効果証明済みになります。もうここまで来たら美容液ですよね。紫外線によって老化して肌弾力も落ちてくるし、肌はくすむし、シミはできるし、肌は赤くなるし、乾燥するじゃないですか。こちらの日焼け止めはそんな紫外線によって起きる影響を全て美容成分でカバーしているの。だからもう美容液日焼け止めなんですよ。なので抗紫外線カット効果ではあるんですが、美容成分たっぷりなクリームがお肌にピタッと密着して肌の乾燥を防いでくれるので、むしろ紫外線による乾燥を防いでメイクも崩れにくくなるんですよ。なので乾燥肌で日焼け止めが突っ張る、粉が吹くっていう方にも本当にぴったり
ったりです。あとはイブビーガン認証済みで低刺激テスト完了済みだから敏感肌にも安心です。塗り方なんですが、一般的に日焼け止めの適量は指の第二関節まで、そしたら点置きして伸ばします。伸ばすと分かるように美容液のような水分感、伸ばせば伸ばすほど水分あふれたツヤが出てくれるの。本当に肌ツヤツヤでしょ。私はこれを使ってから日焼け止めの概念を崩された。日焼け止めだけでこんなに肌綺麗になるんだみたいな、もうたっぷりとスキンケアした後みたいな肌でしょ。こちらは単独使用の場合12時間紫外線を遮断してくれます。ではですね、24時間紫外線をカットしたい場合、じゃーん、こちらを合わせて使ってください。レッポスサンチエイジングサンクッションSPF50 プラス PA4 プラスです。こちらも単独使用では12時間の紫外線カット効果なんですが、この2つの日焼け止めを組み合わせて使うことで24時間紫外線がカットされたことが試験で証明されているんですね。こちらもアクティブプルーフとスウェットプルーフで、運動して汗をかく方にも紫外線カット効果を発揮してくれます。 100% ノンナノ散乱剤タイプの日焼け止めなんですが、散乱剤は肌に優しいって言われてるんですが、実は散乱剤は白浮きしやすかったり伸びが悪い、きしみやすいっていうデメリットがあります。でそれを解消するためにナノ粒子を配合して、ナノ粒子にすることで伸びを良くしたり白浮きを軽減させた商品があるんですね。ただナノ粒子にすることで肌にも浸透してしまうため悪い影響があるとも言われています。そこでより肌に優しいものを選びたいっていう場合はノンナノ製品がおすすめです。でまさにこちらの製品がですね、散乱剤タイプでさらに 100% ノンナノで敏感肌にぴったりなんですね。同じくイブビーガン認証済み無刺激認定商品になります。こちらも同じくレッポス独自成分のペプチノール配合でアンチエイジング、さらには4種のビタミンでメラニンケアも可能、効果もテストでちゃんと証明済みです。でこんな感じでパフにとって肌にのせるんだけど、なんかねクーリング感があるの。実はマイナス6度肌温度を下げてくれる商品で、5分間クーリングが持続されたことがちゃんとテストでも証明されているの。夏は暑いので肌温度も上がります。で肌温度が高いままメイクをするとベースが肌の上で混ざり合ってから崩れやすくなるんですね。なのでこちらを塗ってから肌温度を下げた後にファンデーションを塗ることでメイク崩れの予防にもなるの。すごく軽いつけ心地で華やかにトーンアップも可能、爽やかなテクスチャーだから素肌のように密着してベタつかない、さらっとした仕上がりです。パフのサイズも大きくて簡単に塗りやすいし、ちゃんと抗菌パフになってます。韓国ではファフェでも受賞した人気サンクッションです。でこの2つを組み合わせて半眼塗った感じなんですが、見て肌のキメがすごく綺麗に見えて、さらには華やかにトーンアップしてみずみずしい綺麗な肌表現が可能なの。はい、じゃあこんなに2つも塗って果たしてメイクは崩れないのか知りたい方多いと思うんですよ。そこでファンデまで塗ってどうだったか検証してみたのでお見せします。クチューニナイン。はい、今ですねちょうど私がちょっと最近ピラティスを受けててレッスンをして帰ってきたところです。びっちり1時間やってきたんですけれども、じわっとね汗をかいて、で今日ね外もかなり暑いんですが外歩いてから帰ってきました。でこんな感じで全く崩れてないです。しかもトーンアップ感もすごい綺麗に維持されてて、結構時間が経つとその顔がくすんできたりするじゃないですか。でもこれを使うとなんかしっかりとね時間が経ってもトーンアップが綺麗に維持されてる感じもあるし、あとやっぱり乾燥しないこの綺麗なお肌のツヤ感っていうのがもうそのままキープされてて、全くパサついたりとか突っ張ったりとかそういう感じが全くなかったです。なので本当に運動してたくさん汗をかく中でも綺麗にキープできてたし、全く化粧がやれる感じもないし、なおかつ強い紫外線の中でも突っ張ったり乾燥する感じがなかったので、すごくこれは本当にいいと思います。はい、ということでですね、メイクの上から日焼け止めの塗り直し問題悩んでいる方すごく多かったんですが、もうこの2つで完璧。日焼け止めの種類ってあんまり重要視されない方多いと思うんですが、さすが美容大国韓国、日焼け止めの進化も素晴らしいなって思いました。また日焼け止めをどういうものを選ぶかによってメイク崩れにもかなり影響
されるので、ぜひこの機会にね、本当に綺麗なお肌になるし、皆さんの悩んでたお悩みも解決できる商品なので、お得にゲットして使ってみてください。またレプコスの方では LINE 視聴者様に特別イベントを開催したいということで、インスタグラムのコメントイベントを開催します。マスクパックの抽選プレゼントを行いますので、ぜひ皆さん私のインスタの方に行ってたくさんコメントお待ちしております。詳しい内容はインスタの方をチェックしてください。購入先や詳しい内容は全て概要欄やコメント欄に記載しておきますので、そちらからチェックお願いします。また購入レビューの方にナインちゃんの動画見て買ったよと一言でもいいので添えていただけますと、すごく励みになるので、応援いただけたら嬉しいです。今年中にチャンネル登録者5万人を目標としております。ぜひまだな方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。クラーンウリンタンメマンだよ。